海大寺海大寺は、中華人民共和国北京市の西にある門東港区の馬倉山の山中にある仏教のお寺である。淡拓寺から5キロの場所にあるが、別のお寺である。中国の仏教界でも、かなり大きい戒律を受けるための階段があることで、有名なお寺である。ここの他に、甲州の小喜び寺と泉州の海源寺の3つのお寺を合わせて、 中国三大階段と呼ばれている。1996年に中国政府が定める全国重点文物保護単位に指定された。海外寺の混流は当の武徳五年にまで遡る。以前には佐都市厚無寺と呼ばれていた。寮の構想である方、人氏大師がこの地に階段を作った。当時はここで教門と戒律をここで学んだ後、短託寺に行き試験に臨み、 合格した者のみが出家を許された。明の正党年間になると、修復がされ、万寿寺と改名された。真の高規定、建立帝時代には拡張工事が行われた。高初十年には、愛新閣ら駅圏が聖大校に罷免され、ここで隠居生活を送ったとされる。海外寺の聖殿は、太遊法殿、前に天皇殿、後ろに旋仏閣がある。境内の聖北院に、 階段殿があり、中には、権立殿が書いたと言われる巨大な、気象人道と書かれた額がかかっている。海大寺は古い松の木が残っていることでも有名な場所でもある。自在松、河竜松、旧竜松、活動松と呼ばれる多くの松も見どころの一つである。海大寺天皇殿また、日本でも放送された、中国ドラマ、宮廷の居酒屋女で、 主人公の剣が出家した、関路寺のロケ地としても有名となったところでもある。ありがとうございます。